ラパラス7分論文チェックのお時間です。ラパラスのマッチングインテリジェンスメンバーが、最近気になった論文や記事などを共有していきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いお願いしします。ます。では今日は、チさん、よろしくお願いします。今日は、畳屋さんの、キータージョの文章を、読んできました。この文章は、RNN を用いた接線ログに基づくレコメンド手法っていう論文を紹介しています。で、そうですね。この論文を読んだ目的はこちらになります。クリックなどといった、ウェブコードログを用いたユーザー行動の予測において、一般的な手法をまず知りたいということを考えたときに、この手法を見つかりました。で、この手法では何をやっているかというと、長期にわたって、セッションごとに、ユーザーの履歴を、セッションごとのユーザーの履歴データを用いて、RN 手法を使った、レコメンドを行っています。で、論文の背景としては、なぜこれを考えているかというと、そうですね、セッション、短期のユーザー行動履歴から、ユーザーの特定をせずに、レコメンドを行いたい。というのと、従来の手法では、行動履歴を反映させたレコメンドはできていないというのがあります。なので、ここでは、何をしているかというと、セッションごとに区切られたイベントの実行ログの系列が与えられたときに、その中で、前の、1個のイベントの中で、最後のページを、正解データだとして、その前のコードを、学習データだと思ったときに、最後のページを予測するっていう問題設定にしています。で、系列データなんで、普通に、GRU ですね。RNN の、発展したバージョンの、GRU ネットワークを使っています。で、そうですね。検証内容としては、先ほどの問題設定に対して GRU を用いたときに、従来の手法より、精度がどうなっているかどうかを比較するっていうのが、検証の手法になっています。で、評価用のデータとして、レクシスチャレンジの、EC サイトの購入履歴、クリック履歴ですね。EC サイトにおける、商品ページのクリック履歴データと、YouTube みたいな動画配信プラットフォームの視聴データを、学習しています。で、評価仕様としては、普通の、リコールと、MRR を使っていますね。で、比較手法としては、ITEMKNN っていうのを使っているんですけど、これ、ITEM の類似度ベースの手法になっていて、具体的にちらっと見ていくと、直近の選択されたアイテムと、予測アイテムですね。アイテムが、同じセッション内で、どれぐらい狂気しているかを、計算、ど、どれぐらい計算、狂気しているかの回数と、その個々のアイテムが全体的にどれぐらいになっているかを、ベースに計算したスコアを用いています。で、ここら辺は、ハイパーパラメータなんで飛ばして、損失関数として、この2つを使っていますね。上の方は、ランキングロスって言って、これを全体的に、レコメンドなんで順序があるわけなんですけれども、その場合の、ランキング学習でよく使われる BPR とかトップ1とかの指標を使っています。で、下の方は言っちゃやや面白いんですけれども、これ自体をそもそも分類問題として、解くよっていう感じのことをしていて、クロスエントロピーを使って、最適化していきます。で、そうですね。で、いきなり結果に入るんですけれども、その結果はどうなったかというと、こちらですね。実際の、こっちかな。その結果は、実際の先ほどの ITEMKNN の方と比べると、最大で30%近くの、ここら辺ですかね。30%近くの、
こう制度向上があったよっていう話になります。で、さっきの損失関数の方で行くと、トップ1の方が、大体の場合、まあ、一番良い制度を出しているという結果になっています。そうですね。なんで、まあ、論文の結論として、全体を通して、まあ、今回は GRU ベースの手法を提案したんだけど、まあ、既存手法よりは大きく、先ほども見たように、まあ、30% ぐらいの、性能向上ができたよっていうのと、大体、あとは次の、大体の場合、トップ1を用いた方が妥当であろうという結論になっています。で、今回のところで、まあ、ここはそうですね、ここは僕もそう思っているんですけれども、まあ、1セッション分の、まあ、短いデータで、かつ、ユーザー特定をしなくても、レコメンドは行えるというのは、この手法の、メリットかなと思っています。あとは、まあ、今回は触れていないんですけれども、コードの順序とか周期性とかの、まあ、パターンも、考慮したときに、そちらを考慮した、まあ、予測も可能になるんじゃないのかなと思っています。で、今回の手法でできなかったこと、ここら辺ですね。セッションをまざいた括弧の履歴を利用したいときにはできない。だからさっきは、セッションごとのデータを使っているので、できないっていう話ですね。あとは、直後にまあ発生するイベントしか予測できないっていう問題と、あと最後、ここは結構大きい気がするんですけれども、予測対象アイテムに入っていない場合のアイテム、予測、学習データに出現していないアイテムですかね。それの予測は当然できないっていうのが、この手法の、まあ、できないところかなと思っています。はい、以上です。はい。パラメータ設定のところで、なんか分類問題として解くっていうのは、なんか面白いなって思ったんですけど、なんかそれってよくあることなんですかね、うん、なんか全然。そうですね、そこをあんまり見てないですけど、はい。ここですよね。あ、そうです。これに対する知見は僕も全くなくて、これ具体的に何をやってるかもすら今理解していないんですね。ちょっと調べてみないと分かんない感じです。なるほど。はい。そうですね。なんかこれ2015年の論文だと思うんで、なんか最近のデトウジアートの論文とかもなんか読むとより差が見えて面白そうだなって思いました。そうですね。確かに去年か今年か、サーベイ論文が、サーベイ論文1個、あ、これさ、この論文があるらしいですね。これ、あ、そうですね。このサーベイ論文を、まあ、読む必要があるのかなと思います。なるほど。次はそこら辺とかですかね。そうですね。そうですね。では、今日はこんな感じですかね。はい。今日のラプラス7分論文チェックは終わりです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。